次のポイントは蟹生堂山です。山と高原地図のコースタイムだと15分となっています。それではストップウォッチをリセットしてストップウォッチをスタートさせます。スタートさせました。それでは蟹生堂山に向かってレッツラゴーです。トンボを踏みそうになった。まさかのトンボを踏みそうになるとは。木道歩きやすいです。ありがとうございます。木道の下り坂歩きやすいです。本当に歩きやすい。この木道を考えた人すごいです。めちゃくちゃ歩きやすい。私はとにかく歩きやすい道が好きなので、険しい道は好きじゃないんですよ。だから登山道より林道の方が好きなんです。いいですね、絶景ポイント。丹沢山地がよく見えます。美しい。あの尾根とかちょっと細い感じで歩くの大変そうですよね。登山道あるんでしょうね、きっと。あの細い尾根にもいつか行くのかな。動物の糞、あ、いた。センチコウガネ、今日やっと1匹目のセンチコウガネを発見しました。どこにいたんだい君たち。君たちっていうか1匹しかいない今日は。先週あんなにたくさんいたのに。君が最後の生き残りなのか。センチコウガネ隠れようとしているのかい。今日はなんだかレアキャラクターなので写真撮らないとですよね。センチコウガネ、あ、糞の陰に隠れてしまった。センチコウガネがまたいでと、こっちから
センチコガネちゃんが。やっとセンチコガネに会えた。今日初めて。さようならセンチコガネちゃん。一匹だけ。先週あんなにたくさんいたのに今日は一匹だけ。絶景ポイント、この朽木との、朽木と対比してみる絶景が美しいです。朽木越しに見える絶景が美しいです。なんという美しさでしょう。式があります。センチコガネ発見。